今日はジングライダーズボレロ6を朝霧で、テストしました。ラインコンセプトは ABC ラインです。ライザーは ABC ライザーで、ご覧の通り C のパートは C と D が、ミドルラインでカスケードされているような格好です。ダイアゴナルリブはですね、ここの2セル、この2セルに、挿入されているのと、あとは1セルずつの、でこのど真ん中が2セル、ここにダイアゴナルリブが入っています。で、エアインテークはね、ジンのですね、EPT エアフォイル、少しギャップがある、ものに対して、プラスチックのロッドで、バッテンにを組んであってですね、常時こう開いているような格好です。諸原表を見るとですね、S サイズ、75キロから100キロ、通常75、95ぐらいの、平米数、翼平米では、22.88 平米ですので、85キロが中間ぐらいのスペックです。非常にコンパクトで、乗りやすい。重さがですね、4.8 キロぐらいですかね、 4.7 キロとかで、ライザーは、4本ありますけれども、 A が2つに分かれてまして、ビッグイヤーライザー、これがビーストライザーで、今日は、プーリーが、12センチ幅ぐらいでついてますね、アクセル用のプーリーで、今日はブレッコードに10センチおきに印をつけてですね、フルストロークチェックしました。フルストローク約80センチありますんで、遊びがここから効き始めて10、20、30、40、50、60、70、80センチ、ここまで引いてフルストロークです。ですから40センチのはここですんで、プーリーが10、20、30、40センチ、だいたいこの辺ね。ですからカラビナの下下部ぐらいに、スイベルが来るあたりがハーフブレイクとなります。で、通常の旋回はですね、この位置、内側のスイベルが、下のアクセレーターの下のプーリーになる位置でちょうどいい感じで、引く量的には20マックスで30センチぐらい、ですから半分引かなくてもいい感じですね。それで外側のブレーコードはこの位置ですんで、約15センチとか、じゃ30センチ内側引いて外側は15センチ引くと、そのぐらいが、ベストのクルージング、旋回の、引く量になっております。ボレロ 6S サイズ、75キロから100キログラム、約85キロぐらいの装備で飛んでます。